はい、ロードモバイル2時3時対抗戦プレゼンツ国王まさかイエーイ、ギリギリまでバタバタしてらっしゃった皆さんですけれどもツイートしてツイートしてしてくださいすぐに。ちょっと困りますね。大丈夫ですか皆さん。大丈夫そうですかね。はい、じゃあ皆さんね、まあ最初は自己紹介からいきましょうか。はい、じゃあちょっとご自由に自己紹介どうぞご自由なことある、はい、自由にいいですよはい、こんばんは、二次三次のバトルライブ未来人のゆひりと申します。お願いします。お願いします。お願いします。あ、すいません。あ、本間さん、あなたですよ。あ、すいません。リツイート X の歌ってみたの方リツイートしてしまいました。違う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 、そっちじゃないですよ。モバイルの方なんで僕はリツイートしました、はい、こちらの方だ、はい、ほんま、ひまわりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんばん X、進行いっぱいします。 XR 秒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。こんばん、こんばん、立ちっせとどう、よろしくお願いします。全然ハマりもハマない感じでってことで、東京担当立ちっせとどうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この流れを断ち切っていこうね。ご機嫌ロアシアシオリハルリです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。コンミラン、よろしくお願いします。お前それと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今回はね、僕が、この番組の進行を務めさせていただくんですけども、この番組は昨日、5月9日から始まったイベント、うん、ロードモバイル2時3時対抗戦の PR 特別番組となります。お願いします。参加するメンバーは誰もいない。ロードチームの方、ちょっと台本の真ん中の方ですね。はい、ちょっと X の進行慣れなくて。なんで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 。なんで。あれ、そうなんですか。全然進行することあるでしょ。俺。ふわふわしちゃう気も。いやいや、俺のせいにすんなよ。絶対に。ふわふわしちゃうな。あれ、え、参加するメンバーの方はロードチームの方。はい、ロードチームと、はい、とあれ、モバイルチームでーす。はい、お願いします。みんなグダグダでいいのいいのかい。あの、私がいつもモバイル様、ロードモバイル様、ロードモバイル様、あの天気を分けるのよ。モバイルで分けてるからね。はい、ロードモバイルで、携帯チームですね。モバイルチームですかね。それでは、まあ早速ね、最初のコーナーの方にね、参りましょうか。はい、お、ロードモバイルクイズ、イエーイ。クイズ、さあ、クイズですね。まあ、ちょっとね、話したと思うんですけど、まあ、皆さん、ロードモバイルがどんなゲームかはもちろんご存知ですよね。もちのロンです。あ、嘘ついてるやつだ。嘘ついてる。嘘ついてる。それモバイルチームの青いの嘘ついてます。どんな感じとかありますゲームですよね。そうですよ、そうですよ、ロードモバイルゲームの域ですよ。ロードモバイル的ですね。そう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 、いや素敵だな。そうなんですよ、全世界で6億ダウンロードもされている本格リアルタイムストラテジー、それがロードモバイルです。はい、今回我々がね、王ロードになって、はい、ギルドに加盟した国民の方々を導くのですが、そのために知っておきたい情報をクイズにしてもらいました。大事。はい、これからそのクイズに答えて参加する視聴者さんと一緒に、はい、ゲームに詳しくなっていきましょうという、コーナーになっております。はい、頑張ります。早速第1問の方に行きたいと思います。いけますか皆さん。はい、ちょっと気合だけは入れてきました。はい、ハラハラするな。ロードとして、はい、全然ダメそう。全然ダメそうなんだよね。隣の人がずっと何でも取り入れるよ。気合入れて今日斧しょってきましたから。斧しょってきてるね。オッケー、俺も剣あるからね。バチバチでいきましょう。じゃあ第1問こちら。第1問、とにかく大事な城レベル。城レベルを上げるために大事なのはひたすら建設。
そして建設を進める上でアカデミーでの研究が不可欠ですが、最も優先的に研究した方が良いとされる項目は何でしょうか。はい、というクイズになっております。はい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 、噛んだの忘れてください。はい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 は確かに、まあ、筋力か、まあ、必要ではあるか。筋力いいですよ、やっぱり、ね、あ、そっちね、確かにね、納得はした、今、うん、それが答えだって、うん、もう、まあ、そうですね、いや、さすがでございます、していいんですか先輩、巻こうとしてない？してないよ、してないよ、全然全然してないけど。あ、じゃあ、はい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 、あ、本間さんあります？え、じゃあこれ本当にもう当てちゃってしらけてもいい、全然全然いいよ、当てれるもんならね。いや、本当に、じゃあ、ひまちゃん、え、じゃ、土です。違うんだよな、なんかそういう回答ばっかりだな、さっきから。地面がなければ何もできないですよね、だって。いや、そうだ、土壌の関係ね。そうだ、そうだ、地面がなければ何もないじゃない、だって確かに、城が建てられないですもんね。そう、ほら、大将がいい、まあ、無から城を建てようとしてる。ほら、ほらね、じゃあもうある前提だと思ってた、そのこっちとしては。確かに、そう、土がある前提なんですか、これ。そうそう、土があると思ってた。そうか、そうか、そうか。うん、ごめん、それ言い忘れてた、こっちがあるよ。確かに、土はあります。前提がね、はい、されてなかったから。じゃあモバイルチーム優勢ですかね、今。いやー、筋力もある前提かも、結構みんな。うん、めっちゃガリガリにしてこないと思うから、多分。筋力な、困るな。他ありますか、なんか。はい、はい、あ、どうぞ、どっちか、どっちかどうぞ。じゃあ、じゃあ青い方の人、あ、どっちも青いわ、はい、どっちも青いやろ。どっちも青いです。青いなんだか。じゃあ、しおりはさん。あ、わさわたきさん。はい。え、道徳。わー、えらい。大事。あ、全員、法律ということですね。思いやり大事。状態から始まるんだ。やっぱりそう。すごい、なんか、すごい回答が、なんか、なんだろう、これとかじゃなくて、なんか具体的じゃないんだよな、今。抽象的な感じだよ。観念の話が始まっちゃった。え、しかもミランさんもある、もしかして。あ、そうですね、やっぱり国家において、はい、我々国王として国を統治するとなれば、うん、祭事を司るというのはとっても大事ですね。はいはいはい、ってなると、うんうん、祭事といえば、その技術ですね、儀式ですね、魔術的な儀式なので、うん、魔術であったりそういった考古学なんかをね勉強すべきだと私は思いますね。どうでしょうか。あ、あの、正解です、もう、はい、正解です。素晴らしいんで。正解。いやいやいや、それっぽいこと言うのうますぎるだろ、この人。もう長くて途中から話聞こえてなかったけど、俺はあんま聞こえてなかったけど、結果何、素晴らしい、そうなこと言ってた、今。結果聞こえるんだもん。まあ、土地、筋力、道徳より上かな。そんな、さすがにお目が高い。まあ、申し訳ないけど、はい、まあ、全然違います。はい、皆さん、違うんですか。正解はこちら。正解はね、建設速度でございます。ほら、筋力じゃないですか。まあ確かにそう言われたらそうだけど、まあ、筋力は強さみたいな、みんなの、ね、筋力を上げる必要がある、ね、確かに。まあ、そうだね、アカデミーのレベルがね11で、建設速度がプラス 6% まで、増加します。他にはね、魔獣に攻撃できなくなってしまうので、魔獣討伐1の研究を早めにやっておくのが正解でございました。なるほど、いい豆知識だ。まあ、これは知っておいて損はないでしょう。そうですね、確かに、はい、まあ、でも筋力も大切です。はい、まあ、それはそうですね。土はあります。土はもうあります。土はもうあるところで、土もないとね、そのもう、いや、あるんだって絶対に。さあ、ということで、ありがとう。第2問、ドン。第2問、プレイヤーレベルが上がると才能ポイントを獲得できます。さて、この才能ポイント、いろんなスキルに振り分けることができますが、真っ先に振り分けた方がいいとされている項目は何でしょう。はい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 、筋力。いや、筋力だけどね。脳筋かぶせてきたね。脳筋だ、この年下。いや、さっきの方で分かったと思います。筋力が全てだと。いや、まあでもスキル分けは確かにちょっと筋力感はあるな。確かに、確かに筋力上げていきましょう、皆さん。大事だね、確かに。はい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 、筋力だけじゃまかないなよ、そんなの。おい、そうね、待って待って待って、
か思われる。ガチで甘え。ガチで甘えはいいな。いやいやいや、ね、じゃあ何だってですか。いくよ。うん、答えは根性です。いや一緒じゃないほぼ、まあ、確かにあれそうジャンル的には近くないですかかなり、うん、根性も一緒だけどな。クソ負けた負けないんだよ。根性の上なんだちょっと。気分だよ。ありがとうね。まあ、確かまあでも根性もまああればね、もしスキル欄に根性があればまあ振り分けるべきではある気がするけど、あるかな根性のスキル欄。気持ちの問題ね。はいはいはい、皆さんどうぞ。やはり王たるもの根性や筋力があっても人がついてこなければ国王を足りうることはないのです。ということで国王に必要な才能、それはカリスマだと私は思いますね。あでも分かりやすい。うん、カリスマだとも大事かなと。うん、正解、うん、正解でいきましょう。そうじゃないか。素晴らしいですね。確かにカリスマは絶対必要だもんな、うん、王と、まあ、確かに確かに、うん、王として、うん、才能的にはね王の覇気が必要ですね。確かに確かに。他になんかめっちゃまともな人いますか。いいですか。あ、リリーさん。あ、もやっぱこの筋力が出たってことはやっぱ知能とかも必要なんじゃないですか。うん、いやそうね、大事ですね。国民の脳みそホルマリンとかつけて。いやー違うな。知力じゃないなそれ。あれあれ脳だからね、それも負けた。負けた、負けてないよ。根性が勝ってた今。同じだよ。同じだから負けちゃいいの。ホルマリン漬けには絶対勝ってるよ、根性の方が。やだよ。よかった。まあでも、まあ、本当に申し訳ないことに、え、違います皆さん。はい、正解はこちら。違うんだ。はい、建築速度1、2でございます。また建築か。また建築一緒だった、さっきと。建築は建築だね。建築速度だよ、全部。建築速度だよ、全部。最後のポイントは、建築速度1と建築速度2をマックスすることが最優先でおすすめとなっております。そうなんだ。その次に、そう、研究速度と研究速度2をマックスを目指してくださいという、うん、まあちょっと引っ掛けではあるよねこれ。クイズ側も確かに確かに建築速度なんか建築速度だと思わないよ、ね、うん、確かに。まあでもまあだからまあでも1問目2問目で結構傾向分かったんじゃない、出題の。いや、そうですよね。なんとなく、そんな抽象的ではない気もする。まあそうだね、気持ちだけじゃないんだ、ね、気持ちあんま、気持ちで国は立ってないと思うな。根性だけではなんとかならないと思う。根性とかホルマリン漬けではないと思う、多分もっとなんかホルマリン漬け気持ちかな。ホルマリン漬け政治的なことだと思うから。もっと現実的に考えたら。そうそうそう、もっと現実的にいきます。じゃあ、第3問、第3問、ロードモバイルはロード、王様を守りながら城を大きく強くしていくゲームですが、ロードを守るためにはあることを行うことが有効です。そのあることとは何でしょうか。はい、わー、はい、はい、早いな、早いな、すごい早い。あ、どうぞ。さっき読みちゃうえ、今までの傾向ちょっと皆さん分かってますよね。建築速度、はいはいはい、建築速度、うんうん、ならば筋トレです。違います。違います。違います。はい。あれ、あれ、そっか。建築速度でしょう。え、そう、え、タチテさんはこう、あの、筋肉系なんですね。ムキムキバカということでよろしいですか、これ。いや、でも結構力かなって思ってるところはあって。まあまあまあ、必要ではあるけどね。うん、まあ、そうなんですよ。やっぱ速度を上げるにはやっぱり筋肉。まあ、そうね。王様守るためにも筋トレが大事かなって、ね。まあ、まあ確かに。若干身にかなってるの嫌だな。そうなんだよな。ちょっと納得させられるんだよな、さっきから。いやでもね、ちょっと違いますね、うん、ちょっとじゃない、ごめん、だいぶ違う、ごめん、だいぶ違います、すいません。はい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 、どうぞどうぞ、バトルバトルバトル、はい、どっちリリーさん、リリーさん、そっちが、そっちが、オッケー、リリーさん、いけ、人口なんだから応援するのは私ですか。はい、いいんですか。はい、まあやっぱ筋力ときたら、やっぱその王たるもの一番危険なのって何かって言われたら、私はそのやっぱ腹心とか身近にいる人間に裏切られることが一番大変なのかなとなんか毛色違う人いるで、あればやっぱりその、まあ、脳みそにすることによって思考しかできない存在が一番裏切られないのかなって思います。背中を支えることはないのかなと。
未来技術怖間違ってるよ、人選が言ってることを倫理が怖い、あれ違いますか、ホルバリに入れることなんだ、絶対に違うけど、めちゃくちゃ怖い、あと違うし、めちゃくちゃ怖いわそんなわけないもん、絶対何があるって言うんだ、まあね、その技術力があるならさ、もっと別のことに活かせるし、ね、その脳だけ保存できるとかなら怖いな、うん、王になってる場合じゃないかな、そう、王になってる場合じゃない、マジがダメなんだよ、確かにいやダメですよ、もちろんクイズなんで、あの正解不正解はあるんで、確かに正解じゃない、はい、じゃあもう他にいますか、誰か、はい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 、しおりさん、しおりさん、あ、はい、やっぱ国民にね、はい、なんかこういいことをたくさんしてもらった方が多分国って大きくなると思うので、うん、はいはいはい、道徳の授業をしましょう、うん、いや一緒だね、おい全員同じボケしてくれるんだけど脳と道徳と筋肉しかいないんだけど、ずっと偏りしかないまあでもそうか、確かにね、うんうん、まあ、ちょっとだけ納得する、道徳は、でも全部納得してるとこありますね、いや道徳はまあ必要ではあるもん、ちょろいだろうね、ちょろいとかじゃなくて、なんだろう道徳はまあ、道徳ってなんだろうね、これミラン君ないですか、ミラン君、え、そうですね、やはり大たるもの、あ、来た、暴殺は怖いですね、腹心に裏切れるのも怖いです、だからちょっと外交も含め内交も含めカリスマ力さえあれば解決するはずなんです、うわこの王についていきたいと思わせるその何かがあれば王様が倒れるということはないのではないでしょうか、まあ確かにそうなんか王を守るために何かをするんだけど、みんな王自らが結構頑張ってんだよな、全部王の頑張り次第みたいな、確かにおかしいな、あれ王次第周りが頑張ってくれるかと思ってた俺もっとまあいいんだけどね、自分が頑張るのもね、みんなが王となるわけだから、まあ確かに、でもまあちょっと答えは違うんですけど、あ、まだあります、誰か、じゃあ、はいはいはい、はい、どうぞどうぞどうぞ、暇やっちゃう、言いづらいことだと思うから暇言うわ、やっちゃいます、頭の中では分かってると思うけど、大丈夫、大丈夫、なんでしょうね、ロードを守るためには何が、うん、何を行うことか有効か、うん、はい、それはお金を集めることだ、大事ですね、ほらね、大事です、経済だ、大事だ、お金が大事って言えなかったかな、大事だよね、確かに、まあ、じゃあ、0.8 ポイント、0.8 ポイント、でかい、でかいじゃないか、でも全然違うんだけどね、答えは違う、建築速度、ちゃうんかい、建築速度で来てるじゃないですか、建築速度来てます、はい、しますね、そうでしょ、ってことは、ってことはさすがに3問目も正解はこちら、防衛シェルターに閉じ込めるですね、もちろんもちろんそうですよ、あれ建築速度3とかじゃないんですか、いやもう全然違った、まあでもお金が一番良かったです、回答としては、はい、ありがとうございます、はい、良かったです、あのね、白レベルがね10以降になると、他プレイヤーに城を攻撃された時に自分のロードが捕まってしまうことがあります、なんだって、はい、でなんとね、捕虜になったロードは何時間も帰ってきません、カリスマが消えます、国から筋トレも消える、なんでロードが捕虜になると、才能スキルやね装備スキルなどの、ブースト機能が全部なくなってしまうので、なんとか抵抗して防ぎましょう、なるほど、というのが、ですね、王様大事ですね、守んなきゃ、まあでもお金があれば防衛シェルター作れるからっていう部分に一番共感してます僕は、なるほど、いや筋肉とかあんまり、まあ、お金があればね、筋肉は防衛シェルターになるかな、ね、作れると思う、いやいやいや全員それがあるよ、みんななんかキモい答えもあるしな全然そんなことないです、ホルマリン付け、はい、ホルマリン付けをこう、ホルマリン付け怖い、そうすればね奪われることないから、そうですよ、まあ以上、足も出ないんだからいやいやそういうことじゃないのよ、手と足は出ないけど誰がつくんだよ防衛シェルター以上の3問がね、あのロードモバイルクイズとなりましたが、まあ、はい、正解ならずか、誰もあれ、でも実際成功が飛び交ってた気がしますけど、どうですか、なんか俺が正解と不正解を判断してくれって言われてるんだけど、はい、わ、はい、全然正解いないいないいない いや全然違う、いや勝ってないって、1問目と2問目はもう
こっちじゃないですか。筋肉は全部解決してくれます。モバイルチームじゃないですね。いかがですか。筋肉はもう前提だからな結構。みんなホルモン付きシャンプー全て解決ですよ。いやいや、それ一番しないから申し訳ないけど、最下位はリリさんののは確定してるけど、今の段階では。いやもちろんそうだろう。まあ C って言うなら、まあ、C って言うなら、まあ、ジミランくんで。え、クイズの素晴らしい。意義ありですけど、こんなに自信持たなくても意義あり。どんどん話してるには出てしまいましたかね。それっぽいこと言ってたんで、ずっと魔導お誕生日。素晴らしい、それっぽくていうのマジ大切なんで。はい、ということでね、以上がロードモバイルクイズとなりました。はい、やー